今日の福音は、えー、素晴らしい。私たちが、えー、もう、慣れているみたい。復活さえも、えー、わったけれども、改めて、普、え、段、ー、の生活に戻ると、やっぱり、おそらくね、 何も変わらなかったみたい。主人の性格は一緒です。子供たちの態度はあんまり変わらなかった。仕事の問題は解決されていない。ままに続く。 体の弱さ、病気など回復されていない。この病気はずっとずっとずっと私を苦しませています。イエス・クリストが復活されていても、あんまり変わったことはないんですね。自分も同じ弱さを感じています。で、 それはずっと前からの経験であるから、マグダラの聖マリアと同じような感じで、私たちも毎日ぐらい墓。つまり、えー、希望の終点に行ってしまって、そちらに泣きます。この泣くこと。 墓の前に泣くことのはやっぱり私たちの根本的な心と精神の態度ではないですか。もう慣れている。もう泣きます。もう泣く。私たちの <laughs> できることは泣くしかできないんですね。泣く。 もうそれはそれで、もう仕方ないぐらい。だけど、今日の福音は私たちに一つの素晴らしい良い知らせを伝えてくれます。一番根本的な良い知らせを伝えてくれます。つまり、私たちが、えー イエスクリストを置いたところには、そのイエスクリストがないんです。いないんです。私たちにとっては、イエスクリストは、死体に過ぎないものです。何も変わらないから。まあ、イエスクリストは、なんとか私を愛していた。 ということを経験しました。教会の中で、与えられている共同体の中で、私たちは、なんとかイエスクリストの愛の味見を味わいましたが、何も変わらないので、深いのところでは、まあ、クリスト教は、これじゃないんですか。 まあ、イエス・キリストは私のために自分の全てを捧げたこと。それには私への神の愛が現れます。でも、やっぱり愛されている。え、リストにとっては大事にされている。それは何とか 信じて、まあ、経験したんですけど、やっぱり、何も変わってない。ですので、私たちの心から絶望が出てきます。で、私たちはこの絶望、この、ま、仕方がない、ね、あの、もう、その諦めた心は、信仰だと思う。 キリスト者の生き方だと思う。まあ、泣きながら毎日の生活に入らなければならない。もう何も変わらないから。それを認めていたので、キリスト者になったと。キリスト者は、そういうものですね。その失敗、その人間関係の主点。 つまり、まあ、それ以上愛することができない。それ以上、何も変わらない。まあ、相手は相手で、私が私で、この、今日、持っている愛のレベルだけ、え、現れます。以上は何もない。墓の中に、降りたキリストが、 そして、イエスキリストとの関係は、ただ、この亡くなった人のために涙を流すということですね。それは、深い、つまり、自動的な態度です。自動的な感じです。きびたちを。しかたが。 だけど、クリストは、そちらは、そちらにはおられない。びっくりします。私たちは、えあの、なんか、自分の悩み、自分の苦しみを、現れるところは、もういなくなった、もうないんです。えわかりますか痛いこと。私たちがもう慣れていて、 もう泣きます。そして時々文句を言う、時々イライラするけど、やっぱりそれで、もうその生ぬるい、えー、流れている川は、は私たちの人生。で、今日突然、同じところに行ったら、死んだ、亡くなったクリストが、おられない。そちらはおられ,おられない。 これは何ですか一体、どういう意味ですか私に何を話しているのかで、教会はまず教会は私、天使のように、つまり、私たちに福音を伝わっている天使、シート、家的イースタシ、シサーイなど、兄弟か、わからないけど、やっぱり、 どうして泣いているのかどうぞ答えてください。どうして泣いているのかいや、私の衆はいない。誰かが取ってしまった。私のう唯一な良い所を壊した。私がもう毎日泣きに行くところには私の衆は いいない私がどこで泣くのか、何に泣くのか、それでもいなくなったのに、それでもその私のための唯一な安らぎの場、泣くのできる場はもう終わった。だからもっと泣きます。もっと私の方から絶望の感じが強くなってしまった。で、 改めて、ジェイズスクリストご自身は、教会の中で、あなたと私に同じ質問を出す。なぜ泣いているのか、なぜ、なぜ。やっぱり、見たと、この人が、その、墓があった庭に働いている人みたいんです。 仮に見たいんです。畑の人。その通り。イエスクリストは私たちの人生を輝かす。すべて逆ざまにしてしまう。私たちの安定はすべて壊そうとしています。言葉を通して、出来事を通して、私たちは安らぐところを見つけられないまで。 わからないまで。イエスクリストの復活の意味はこれですよ。この世では安定なところはない。キリスト教はこの世で何とかの態度、泣いている態度、仕方がない態度、もう認めてもう諦めた態度と違うんですよ。キリスト教はイエスクリストの復活に基づいた新しい生き方です。 それはどういう意味ですか墓におられない。イエスクリストは墓におられない。イエスクリストを泣きに行くところは私たちにはない。私たちの人生、相手の人生など、ないんです。すべては全く新しいこと。全く新しい。私たちが想像もできないことです。つまり、この声。マリア。マリア。 ヨーコ、えー、タケシ、この名前、あなたの名前、この特別な形、特別な唯一な声、クリストの声が聞こえるこ時に、私たちはイエス・ u リストに出会う。クリスト教はそちらから生まれます。この出会い、私を愛された、クリストが生きている。つまり、 クリストが私のために命をかけて、捧げて、犠牲を捨て、十字架の上で全てを与えて、死んで、葬られてそ、そこには終わらないで、そこには全てをしまいではなく、そちらから復活した。つまり、私のために命をかけた理由は、私には、私たちには新しい命を与えるため、 何も変わらないそうですけどあなたには命が与えられています永遠の生命が与えられていますそして永遠の生命イエスキリストに出会ってイエスキリストと一体となってイエスキリストに呼ばれてイエスキリストに愛されてイエスキリストに復活させられていると私たちの目が開かれます イエスクリストを分かるように、イエスキリストであるということを分かるように、私たちが周りの状態、周りの人々、主人、奥さん、子供など、すべて新しく見えます。変わらない。同じ現、同じ態同じ限界、同じ欠点、同じ難しさ、同じ病気、同じ不安など、すべて 一緒ですけど、私の見方は違う。私の目が、イエスクリストの前に開かれ、そして復活されたクリストを、どんな状態にもどんな人にも見えます。彼の存在、彼の力。そして、私が、相手を見たときには、歴史を見たときには、歴史は死の終点まで行,行くのではなく、 死の終点を通して、その今、今、奥さん、主人の問題を通して、過ぎ越して、そちらを通して復活する。新しい。新しい生き方。新しい人生。新しい存在。現在。新しい。すべてが新しくなる。毎日、すべてが新しくなる。けど、その新しい 状態。その新しい生き方が、私たちの想像のことではなく、私たちができることではなく、クリストが与えられていること。何ですか愛です。愛。相手、状態など、変わらない。けど、新しくなる。え矛盾。変わらないなら、主人が変わらないなら、何が新しくなるんですかあなたの愛。彼に対してのあなたの愛。新しい想像。 この2位は,は、エデンの園と同じように、そちらで一番最初のアダンが生まれた。そして罪を犯して、本当にその罪の関係で彼の人生の終点が死であった。で、クリストはそちらに参加して、クリストが同じような死で死んだ。一番最初のアダンと同じように死んだけど、新しいアダン。 としし復活したで、その新しい値段が、私たちが積み重したところには現れます。復活されたとして、復活された者として、処理者として。で、その出会い,に,ついによって、私たちが大喜びで、イエス・キリストとの関係が変わってなく、なんか、その肉的な慰めとか、彼を抱いて、ではなく、兄弟に行く 私,私の兄弟に行きなさい。私のと彼らのお父に私が行きますと伝えて、つまり私たちが兄弟として、兄弟として、新しい愛で、愛のうちに天国まで行きます。クリストに従うこと。これは新しい生き方。天国までに、天国までへの道。イエス・キリストと共に歩む道。これは新しい生き方。マッダレナが、 経験した。そしてその生き方に走った。喜んで走った。花婿であるクリストは、学科に現れたその、同じその、同じ、え、あの、庭に,に、花嫁を探しに来て、そして彼女に見つけて、そして彼女が彼を見つけて、抱いて、抱きしめて、いつまでも一緒。 毎日の生活の中に絶望なし、仕方がないという感じではなく、もう諦めたわけなく、すべてを認めて、もちろん。けど、認めるのは、背負って、すべてに入って、イエスクリストと共に復活する。つまり、命を懸けて、新しい命、新しい人生、すべて新しくなる。愛によって。愛を感じる。愛を経験する。 命をかけること。これは、スギコッシーの、ユクリストのスギコの最も根本的な意味であり、私が経験することができるイエス・クリストの復活です。よい日を